ご視聴ありがとうございます。リオンちゃんが今日の動画は8月の購入品をやっていきたいと思います。今日の朝12時ぐらい過ぎに洗ったん、乾かしてないからさ、パサパサっつうか、すごい傷んでるっつうか、すげえパサパサ今日の髪。特になんか思う、なんか何も考えず結んだらこんな感じになってた。久しぶりにね、これつけてみて、ここしかつけらんないんだよね。っていうのもさ、他んとこはさ、意外とさ、手前側でさ、タブでつけられるとこっつってここでさ、その下はさ、もうなかったことにしようとしてるんだけどさ、意外とさ、そこもさ、まあ、多分入ると思うんだけど、こういうやつだとちぎれそうだし、こっちもどっちかっつうと、あんまりこう重そうなピアスはつけらんないし、まあそんな感じですね。まあ、こんな感じで、まあ、今回はダイソー、カインズ、ネット、トライアルなどね、結構今回は物も多いし、結構いろんなところで買い物したので紹介します。取った順からいきます。まず何からいこうか。これはさ、この間メルカリで買ったっていう話をしたと思うんですけど、これはね、昨日買いま、ダイソーで買いました。もともとここにさ、家の鍵とさ、担当の鍵がついてたんだけど、落としそうだなと思って、なんかポーチ欲しいなと思って、で、なんか自転ポーチないかなと思ったら、あったので、買いました。そう、メルカリさんでもこれ出てて、あ、高いんだろうなって思ってたんですよ。そうしたら100円ショップ商品だったのにと思って、こんなにジャルジャルジャルしております。次、ダイソーヒアルロン酸のメイク落としシート35枚。まあ、交互っつうか適当にね、適当に35、青のとこれをね、交互でもないけど、まあ、取った方を適当に使って、こだわりないです。テフティ多いんで使っております。メイクした時に、毎日メイクというか、毎日メイクの時はさ、クッションファンデだから、あまり、いや、使うんだけど、こう下地伸ばしたりとか、私、アイベースとか塗ってるから、まあ塗っても、まあ、落ちるときは落ちる、落ちるときは落ちるんだけど、とりあえず、ルナソルちゃんを今使ってるので、それを拭いたりとか、まあ、そういう要因で使っております。ストック。次、まあ、いつもの、なんか私の毛が絡まっとるんですけど、いつものささみ巻きソフト、いつものやつ。これはね、今回2個買いました。除菌シート、こう使う頻度が多いせいか、ちょっとストックも3個ぐらいしかなくなってきたので、まあ、心で2個買っとこうと思って、除菌シート100枚入りを2個買いました。まあ、こういう感じで、こういうね、推しのやつとか、まあ推しのやつが多い。推しのやつと、キティちゃんもいた気がするんだけど、こういうのはダイソーとか、あと、こうするとパカって開くタイプより私は、こういうタイプの方が使いやすい。そう、今さ、こういうタイプなくてさ、まあ、いろいろなんだけど、メイクのやつは、これの
推しのちっちゃいバージョン使っております。こういうのあるとさ、すぐさパッて開けられるからいいじゃん。なのでこういう感じで使っております。そう、これ除菌シート、ダイソーで、まあ、なんかあの前の購入品の時に黒いマスクがストック1個しかないと言っていたと思うので3個買いました。そう、とりあえずストックが2に渡すので2セットストックできたってことで、そう、白も売ってたんですけどまだストックがあったので今度白いマスクの方を買いたいと思うんですけど、3個買いました、ストック部屋に。こう毎日ほぼ収録で使っているのでダイソーのメイクアップスポンジバリューパックウェッジ型30個、なんかさ、いろいろとさダイソーさんもさこういうやついっぱい出てるんだけどさ、結構さ質より量っていう感じでいつもこれ使いがち。なんかこう毎日メイクしてる人ならわかると思うんだけどさ、少ない量だとすぐなくなるからさ、なんかできれば多い方がいいよねって思って30個の方を言っております。ただね、いろんな形のやつ使って、今度は別な形のもの買ってみようかなと思っております。次、そう、あの車の方向材を買ってみました。一番人気のホワイトリリーだかホワイトムスクっていう香り、うん、なんかさ瓶タイプを置いてたんだけどさ、なんかあんまりさ慣れてるっていうのもあるかもしんないけどあんまり匂いしなくて、こういう方がさこうなくなった時っていうかさ分かりやすいじゃん。なんかさやっぱさ黒い車って熱くなるからさ、多分蒸発してるんじゃないかなと思って、そう、もう黒い車買わない、つうかさ熱いんだもん。いや、こう取り込みやすいっていうか熱をね。なので私はもう黒い車は買わない、こう自分が選べる立場なら黒は選ばないなって思っております。まあ、方向剤、まあ、月曜日から吊るしたいと思います。使用方法、パッケージから本体を取り出し車内、部屋、オフィス、トイレなどお好きなところに吊り下げてください。なんと香りの字意外と短いんだねこれ、2週間から4週間置き場所にもよ異なりますって書いて、4週間ぐらいしか持たない、意外と持たないんだね。買いました。次、トライアルで買ったんですけどランプレス節電タップっていうことで、まあここ差し込み YouTube 専用の差し込み、こっち側に持ってくるやつが欲しいなと思ったし、まあ、旅行の時に持って行ってもいいかなと思って買いました。そう、前は500円で、私が初めて見た時は3個高で499円だった気がするんだけど、値上がってた、500、600円未満だったんだけど若干値上がってた。これ、そう、ランプをなくした個別スイッチで省エネ機能追求ってAC アダプターもすっきり収納、ランプをなくした省エネ仕様、トラッキング火災防止フラグっていうことでさ、私まあ他テレビんとこもそうだし、あのベッドんとこもそうだし、メインのここで使うのもこういうね、こうパチパチって消せるやつを使用しております。そう、まあ旅行、いやメインはこのこっち側に持ってくる線用で買いました。次、コロコロちゃん行こうか、ガイドホームの
カーペットクリーナー用のスペアテープっていうかさ、今まで私多分あのドラッグストア購入品で紹介していたんですけども、なんかそのツルハドラッグで出してクラシリズムさんのやつがなくて、でストックももう一個しかないし、私毎日さ毛が抜けるしさ、いやメイン毛なんだけど、自分の毛なんだけど、なんかさ私さ最近さこうしてるとさあんまりさハゲ感わかんないんだけどさ、なんか昨日とかポニテしてたんだけどさ、なんか私なんかここら辺ハゲてねって思った。いや前から薄々気づいてはいたんだけど、なんかねなんかさこうさポニーテールってさこうギュッて縛るからさ、なんか私ハゲてないって思った。そうこっちこっちにさ毛が抜けるからさ、毎日さこう自分が届く範囲はコロコロしてるんだけどさと思って、これ3本で198円なんですけど、どっちみちストックものはこっちにも作って、これ安いんだけどこう折り目ついてんの、あのトライアルさんのは150円3本、150何円で売ってるんだけど、あれは安すぎるのか、こういうねミシン目がないんだけど、これはある、コロコロちゃん。そうコロコロちゃんってさ使う人は使うよね。そうドンキこれ、いやドンキにこれを買いに行ったわけではないんだ、あの来年の誕生日に私、まあ、前のどっかの購入品だから、どっかの動画で言ったと思うんだけど、来年の自分の誕生日の時になんかちっちゃめのなんかポシェットみたいなバッグが、あの去年買ったマイケルコースよりちょっと大きめなバッグとヘアアイロンとあと細々したやつ買おうと思ってて、そうなんかインスタとかでサロニアを使ってるとボッサボサっつうか、今ボッサボなんか傷んでるっつうかさ、なんかピョン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 っていう毛があるんだけど、よくないっていうの書いてあって、それに私もそんなにさ毎日使うわけでもないしさ、時々なんか使う程度だからさ、私の場合だからちょっとお高めさんを買いたいなと思ったの。まあヘアブーランとかはいけないよさすがに、まあ5万も6万もするから、だけどまあ2万ぐらいまではいけるなと思って、なのでまあ価格帯で言うとネットで見た感じだとキヌージョとかあとリファとかあとクレイツだから何個かあって、あそういえばドンキにも売ってっかもしんないと思って、なんか売ってたような記憶があったから、久しぶりにドンキに行ったらなんかサロニア推しみたいにサロニアのばっかあったりとか、あとテスコムだからなんかそこら辺の、まあ、2000円からまあ5000円とか、まあ1万円未満のしかなくて結局買わなくて、あとバッグも見たんだけど、私が一時期あのトートバッグでなんか群青色みたいなやつあったんだけどさ、なんか私がもうこれっていうバッグはなかったので、何を持ったのかパックなんかメーカーがよくわからないインマスクシートっていうこの
全部韓国語と英語で書いてあって、なんて書いてあるか正直よくわからない。ドクダミって書いてあったような気がするんだけど、これと奥地サンダルを買いました。そう、今のサンダル、私ビーチサンダルみたいなさやつを履いてんだけど、走りづらくて、でなんか別に、でなかなかこう自分がこれと思うサンダルがなくて、でさっきのコロコロちゃんを買いつつ、なんか靴コーナーみたいなところ見てたら売ってたので、880円のこのミニーちゃんのサンダルを買いました。どっち見てトライアルかどっかではサンダル買わないとなと思ってたんだけど、ミニーちゃんを買いました。25センチのやつだったかな。これさ、なんかタグっていうかさ、なんか変なやつついててさ、いまいちさ、24か25しか、そう、ミニーちゃん、これのミニーちゃんとミッキーちゃんバージョンがありました。私はなんか知んないけど、ミニーちゃんにしましたけど、24と25ありました。月曜日から来たいと思います。普通に、まあ、あとこれなんかたまたまクリアピアスが欲しいと思って、たまたま今ノーマルなやつがあるんですけど、ノーマルなやつをこことここちゃんにつけているので、なんかミッキーちゃんもいいかなと思って、クリアピアスミッキーのやつを買いました。そうさ、これさ、とあずさよくなくすんだよね。よくなくすしさ、なんかこうさ、慣れてないとかゆいのか、書いてなくしたりとか、あと切り落とす時にこう飛んでったりとか、そういっぱいあったのに、もう残っ使えるセットで言うと今使ってるやつの他に2個しかないからさ、買いました、ミキちゃん。あとトライアルで乾電池、あれ、トライアルで言うとこれ、あの99円で売ってたなんか犬が噛むやつで、ダックスとチワワとプードルがいたので、このわなんか変な輪っかのやつとこれがいたので、それを買いました。プードル99円で売っておりました。ダイソーは CR232、 3個と、私には4つ必要なので、同じなんかよくわかんないメーカーの同じやつを買いました。マンガン電池だったんだな。な、これを何に使うかっていうと、最近あの車の鍵がなんか近くにあってもなんか反応しなくなってきたので、交換しようと思って4個買いました。4個つが、そう、2025年の電池にも賞味期限があるんだね、知らなかった。そう、私は2個ずつ鍵があるので、1個か自分の買えるんだったらもう1個のストックの鍵も交換しようと思って4つ買いました。でも僕、ベルだけは違うんですよ。同じ CR2016 で、僕ちゃんの時もこっちの CR2032 だった。これだと思ったんだよね、私の記憶の中では32だったっつ記憶があって、これを買いました。次、
来月10日に、まあ、この他の来年使うコスメたちをゲットしに行くんですけど、ひとまず先にネットでデパートコスメちゃんを買って届いたのでご紹介します。1個。まあ、ルナソルちゃんを売買するので、アイシャドウはエトボスのミネラルクラッシャーシャドウのマンダリンブラウン。ノーマルな、私大好きノーマルな感じですね。エトボス、おはじめまして、いらっしゃい、我が家へっつう感じで。まあ普通にね、なんか持ってる方いると思うんですけど、そう、ノーマルに使いやすい色。好きですね、私、こういうノーマルに使える色。次、チークもさよならするので、次はね、マックのミネラライズブラッシュのデインティーっていう。本当はオレンジ欲しかったんだけどさ、やっぱさ、店頭で見てるわけじゃないからさ、と思ってさ。なんか、デインティー。なんかさ、開けづらいんだよな。どうやって開けんだっけ。なんかさ、ネットでさ、買ってるからさ、なんか。いや、多分新品なんだけど、新品のはずなんだ。なんか、楽天しました。最後はリップ。ナーズのリップスティック2914。なんか私、ノーマルサイズが来ると思ったら、ミニサイズ。でもさ、このサイズの方がさ、使い切れるよね。そう、使い切れると思う。なんかさ、でっかく、結局さ、リップってさ、なんか、あともうちょっととかさ、こう毎日さ、こう、ローテーションしてるんだけど、使い切れなくてさ。なんか、オレンジっぽい、ピンクっぽい、微妙な感じのお色味です。ナーズさん。来年のデパートコスメは、こんな3個でお届けしていきたいと思います。最後、シーンで買いました。つうかさ、シーンさ、500円、送料500円かかるなんて知らなかったんだけどって思ってビビった。掴んだ順からご紹介します。まずこれ、2個あるんですけど、これ違うよ。と、これは、そう、同じやつなんですけど、10月にするメイクつうか、ハロウィンメイクではないけど、その時に使おうと思って買いました。ここにクリップ、ピンにしました。別にさ、こんなさ、こう、なんつうか、かわいいなと思ってこれにします。次、ゴム。つうかさ、私はさ、ポニー手の方がすることが多いので、そう、別に、そう、かわいいなと思って買いました。そう、私、ポニーテーションがさ、楽なの。つうか、楽っていうか、ヘアアレンジが下手くそすぎて、なんか、汚く見え、なんか、もはっとしちゃってさ、ここら辺がさ、もはっとしちゃうので、なんか、ポニーテールにこういうね、おしゃんなすると、それだけで可愛く見えるっていう感じで、あ、フリル好きだな。つうか、私、ほんと地雷系。無意識的に地雷系に寄っていってるね。服とか。最近さ、フリフリとかさ、レースとかさ、好きだなって思ってる。ゴム。2個で1個のゴム。そう。
本当さ、私こういう方がいいんだ。なんかさ、長いと、そうそうそう、こういう感じ。なんかお葬式、お葬式に行けそうな、お葬式すぎる黒い感じだよね、これ。そういうわけじゃなかったんだけど、スマホケース、つか旅行用で買いました。あの10月に行くときに、まあ、デジカメ持って行ってもよかったんだけど、なんか場所取るしと思って、今使ってる撮影してる iPhone ちゃんのケースがあったので、これでね、こうパチ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 撮りたいなと思って買いました。まあメインの携帯は前に買った、まあこれで撮るってことはないんだけど、こういう感じ、こういう感じでメインでこうパチパチ撮って、今使ってる iPhone ちゃん、そう、そう、なかなかさ、今使ってる iPhone ちゃんじゃなくてさ、このさ 6iPhone のカバーがなくて、こういう感じの吊り下げられる感じで欲しくて、そうそうそう、なかなかさなくてさ、まあさ、もうさ 6C なんて使ってる人いるって、こうメイン携帯として使ってる人いるっていうレベルだからさ、もしかすると8とか、まあ私は2年ごとに即さ買い替えてるからだけどさ、中にはさ、こう前の iPhone ちゃんの方がいい、ポッチがあった方がいいっていう感じで使ってる人もいるから、残っててよかったよ。で買いました。最後は今のパソコンつうか、まあそう、 USB 買ってどうすんのって思ったかもしれないんですけど、あの私のパソコンにはあの SD カードを入れられるところがないので、あの聚楽旅行の写真一応今撮影してる iPhone で撮って、一応パソコンの方に移したものの、移せない、あの印刷っていうかさ、私さアルバム的なやつにさ入れてるんだけどさ、そこにさ落とせないからさ、なんかこういう SD タイプでここに穴があるんだけど、ここに SD カードが入れられてデータを移せるっていうやつなんだけど、そう、呪楽旅行と10月に行く旅行を合わせてね、あの現像しようと思ってるので、それ用に買いました。200円未満多分ね、そう、100円ショップも最近こういうやつなくなってるような気がする。探せばあっかもしれないけど、たまたま思い出したかのようにこれをね一緒にポチりました。これで最後かな。そうで、一緒にさ丸メガネ頼もうと思ったの。なんか牛乳の底瓶みたいなこう丸いやつ、あの伊達目、サングラスじゃなくて伊達目として欲しかったんだけどさ、すっかりそれ忘れて、今度頼むときに一緒に丸いメガネをね頼もうかなと思っております。毛が抜ける、そうそうなんですよ、すげえ毛抜けるんだけど、私ハゲじゃない、なんかそっちこっち毛抜けるんだけど、外しの毛で、ドンキに行った時にさ、あのアクセールあ、なんかそんなようなやつの、なんか早く髪伸びるっていうやつをさ買おうと思って、インスタで見つけて、あードンキに行ったしな、なくて、見つけられなかっただけなのか、ただ置いてなかっただけなのか、見つけられなくて、
前髪もね結構ね伸びてきたんですけど、もうちょっとねここの横の毛のボリュームがないので早く髪伸びないかなって思っております。こんな感じかな。あと全部紹介したよね。コロンテを あといつものこう準備し忘れたんですけど、いつものコーヒーも買っております。あと紹介するべきものは終わったかな。そう、次の具象動画は9月のドラッグストアか。あ、その前に、あ、今日から使ってるんだけど、新しいベースメイク品の紹介が入って、その次がドラッグストア購入品かな、いう感じになります。こんなところで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次の動画でまた会いましょう。バイバーイ。